のぞみ先生の野球教室へようこそ。先生なんていうのは恥ずかしいけど、みんなのお手伝いができれば嬉しいな。今日は一緒に頑張ろうね。さかなきに何か悩んでることがあるんじゃない？よかったら先生に話してみない？ほうほう、ボールがバットに当たらないんだね。じゃあダンスみたいに1、2の3って一緒にリズムをとってみようか。足先だけ動かしても上半身がついてこられないんだ。リズムに合わせて全身を動かすことを忘れないでね。そうそう、じゃあ行くよ。1、2の3。バッチリだよ。自分に合ったリズムをいろいろ試してみてね。君ならできるよ。なるほど。じゃあバットと仲良くなる方法をうちが教えてあげよう。バットはね、君と仲良くなりたいって思ってるんだ。だからバットとももう一度向き合ってみよう。リラックスした状態でバットを持ってみてね。一緒にボールに向かっていこうねっていうバットの声が聞こえてこない？おお、いい感じやね。バットが喜んでる。今日のうちはついてるからね。うちの運をみんなにお裾分けしたくって。野球の技術は教えられないけど、体の使い方とかポジティブな考え方はスクールアイドルと似てると思うんだ。少しでも役に立てたなら嬉しいな。それにしてもみんな目がキラキラして可愛かったね。まさかちびっ子たちとこんなご縁があるなんて思ってなかったけど、楽しかったね。あなたも手伝ってくれてありがとう。おかげで心も体も暑い夏になったよ。今日のみんなに負けないように、うちもしっかりスクールアイドルと向き合っていかなくちゃ。